アジア地区3次予選の初戦、ザックジャパンのスターティングメンバーです。4チーム中上位2チームが最終予選に進出します。両者ともにまだシュートは手元の集計で打っていません。非常に堅い守備を見せています北朝鮮。じわじわ遠藤と長谷部が上がってくるわけですよ。これいいですよ。中にヘディングシュート、シュート、シュート、いやービッグチャンス、日本初めてのシュート、オフサイド、柏木のシュートでした。柏木ここで1回スローダウン狙うか、浮かしたボールがヘディングスプレッチでのプレーっていうのがね、まだ十分できないケースもありました。おっと来た、さあ田川、田川、田川シュート、いいよ、縦に岡崎に入った後のワンツーですよね。ですね、うん、つかまなければいけません日本です。チョン・リルゴンから中にボールを落とします、うん、さあやばい、ヤン・ヨンギーシュート、さあ、清武、見えてる、素晴らしい、さあ、シュート打てるか、まだ残ってる、まだ、まだボールを落とし、さあ、ショート、清武、清武、清武、シュート、北朝鮮もナイスブロック、北朝鮮してですからね。さあ、長谷部、ボールをカットした、チャンス、長谷部行く、さあ、ショート、よっしゃ、割ってないですか、クロスバーに当たってました、試合入った、リスタート、長谷部中に入れる、本当に痛いのか、ヘディングシュート、本当に足が痛いのか、リビング長谷部押して、クロス、清武、よく見てる清武、素晴らしい、来た、今試合終了、日本吉田麻也、劇的なドラマチックなアディショナルタイムの得点、1対0、ブラジルへの初戦、アジア3次予選、日本